皆様明けましておめでとうございます。今年も1年どうぞよろしくお願い申し上げます。今年は、こういう和装の装いで、登場させていただきましたけれども、今回新年のご挨拶をさせていただくにあたりですね、着物はどこかにないかと思ったところ、20年前に義理の父がですね、私のために失礼てくれた着物があることを思い出しまして、なんと恥ずかしながら20年後にやっと袖を通すという、去年の3月ぐらいから、コロナウイルスによって、世界が非常に閉塞された状況にありますけれども、私もやっぱり仕事にもだいぶ影響ありまして、普段であれば地方に、直接行かせていただいて、イベントとかそれから産地訪問などさせていただいて、地元の方と交流を図るというようなことをさせていただいたはずなんですけれども、なかなかそれが思うようにいかず、今年はぜひですね、コロナも明けて、皆様のもとに、伺わせていただいて一緒にお仕事させていただきたいと思うのとですね、これは毎年思ってることなんですけれども、私の作った味を、家庭で作られて家族の方が美味しいと、また作ってと言ってもらえることが本当に今の仕事をしててよかったなと思う瞬間なんですね。なのでますますそういうレシピをたくさん世に送り出せるように頑張るということが毎年同じですけれども、今年も抱負とさせていただきたいと思います。改めて今年も1年皆さんどうぞよろしくお願い申し上げます。おせちに飽きたらこれだというメニューはですね、べっとりとした今までのさっぱりさを全部吹っ飛ばすぐらいの重めの焼きそばを今日は作りたいと思います。天ぷの粉でやったら当然美味しいんですけどね、ちょっとベトッとはしないですよね。うまい。先ほど新年のご挨拶をさせていただきましたけれども、おせちに飽きたらこれだというメニューはですね、キャベツと豚バラ肉の焼きそばでございます。栗原家ではいつも、焼きそばに限った話じゃないですけど、ソース味のものがどうしても食べたくなるんですよね。でお好み焼きの頻度はすごく多いんですけど、で今日は焼きそばもちょっとなんていうかな、べっとりとした今までのさっぱりさを全部吹っ飛ばすぐらいの重めの焼きそばを今日は作りたいと思います。では材料説明です。まずは焼きそばの麺ですね、蒸し中華麺、袋に入って小パックのソースとかがついてないものが今売ってます。でこれ袋から出さないでください。であと豚こま肉、キャベツ、ベースの味がとんかつソース、ウスターソース、オイスターソース、お砂糖、この4つで美味しい焼きそば用のソースが作れます。でそれからお塩少々で、あとはトッピングですね、天かすは一緒に入れますね。トッピングで青のり、かつお節、紅生姜、それからからしマヨネーズを作るので和がらしとマヨネーズで、ごま油とサラダ油両方使います。ちょっと材料多そうに見えるんですけど、ご家庭にあるトッピング、好きなトッピングしていただいていいと思うので、ただベースのとんかつソース、ウスターソース、オイスターソース、それからお砂糖だけは外さないように。まずですね、お酒入ってないですねこれね、どれも切らないとあかんですねこれね。ちょっと大きいまな板を汚したくないんでね、小さいまな板がこんなところにあったんで、これで切っていきたいと思いますね。本当にね、ちょっとこうやってすだちとかレモンとか切るのにちょうどいいですね。ちょいまな板というまな板なんですねこれね。本当にちょいとしたものを切るときに使う、いやらしいなこれ。裏面はですね、根菜の皮むきができるんですよ。でそれまた、ね、別の回でお見せしたいと思うんですけど、結構ね便利に使ってます。でレモン入れて、焼きそばレモンサワーですよ。まずですね、このさっき袋から出さないでくださいって言ったこの麺、これをレンジにかけます。一般的には野菜とお肉炒めて、そこに少し水分入れて、それこれを乗っけて蒸すっていうのが定番なんですね。だけどその入れるための水分量って野菜によってもちょっと異なるし、だから水分入れなかったら野菜がちょっと火が入りすぎる原因になるので、で野菜の水分が逆に足りなかったら麺もほぐれない。なので一回レンジにかけて完全にほぐれる状態と、この中の麺を蒸しちゃう状態を作っちゃいます。で忍び A 君がねこれやってくれますからね、忍び A 君ね。でこの間にキャベツ切っておきます。キャベツもねそんなに小さくしない方がいいと思いますね。1個の盤面このぐらい、これほぐしておきます。焼きそばもね、天ぷの粉でやったら当然美味しいんですけどね、ちょっとベトッとはしないですよね。僕はやっぱりベトッとしてる焼きそばが美味しいと思うんだよね。で豚こまをちょっとサイズ大きいと思うんで少しだけ切っておきます。塩、胡椒、はい、そしたらキャベツ炒めます。でキャベツはサラダ油ですね、
油温まったらキャベツ炒めていきます。お正月ってなんか年取るといいことなんもないですね。お年玉もらえるわけじゃないし、あげる方ですもんね、どっちかというとね。まあ、あげるのは全然ねいいことなんですけど、これなんで先にキャベツから炒めてるというと、あの同時にいろいろ炒めちゃう人結構多いんですよ。そうすると火通りにものすごいムラがあるんですね。で食べたらキャベツまだ生じゃんみたいなことって結構ありますよね。それが嫌なんで先にちょっと、まあ、こんな感じですかね。じゃあ一回出しておきます。そしたら次に麺を炒めますね。でこれあの、忍びエイクが蒸してきてくれたんですけど、こういうもうパラッとこういうほぐれやすくなって、でこれは少し油も含んでるので油引かずに今度この麺炒めていきます。でなぜ麺を炒めるか、まず焼きそばだから。で焦げ目に味が染み込むわけですよ。その焦げ目を作ってあげるんですね。それが美味しい。で全体ほぐれたらちょっとこの状態で焼き目つけていきます。この間にですね調味料合わせておきます。まずとんかつソース、とんかつなかったら中濃でもいいんですけど、とんかつの方がちょっと重いんですね。これウスターソース、それからオイスターソース、ちょっとソースだけじゃない方向性を入れた方がちょっと複雑な味になりますね。でお砂糖、少し甘み、これで混ぜておきます。だから2玉に対してこれだけの調味料を使うんですよ。だから結構濃そうだなと思うんですけど、食べてみるとしっかり味のちょうどいい感じなんですよね。でちょっと焼き目見ます。でこう焼き目ついてますよね。だまばらですけど、完全にあの焼き目つけて麺と麺をくっつけたいわけじゃないので、まあ、このぐらいでいいと思いますね。そしたらもうキャベツの上これもドン。そしたらここでごま油ですね。ごま油でお肉焼いていきます。でもやしもやっぱり衝動的に入れたくなるんですよ。もやし入った方が美味しいなって。で皆さん一袋ドバッて入れちゃうんですね。それはあの水分出る原因になります。なのでもやしの量はもし入れるんであれば加減してください。僕はやっぱりあんまり持たなくなるんでそんなに入れないですね。ここに揚げ玉も入れます。揚げ玉コク出しですね。お肉に8割方火が通ったら各材料を戻していきます。麺、キャベツ、ちょっと麺と具材をこう絡める感じですかね。そしたらさっきの調味料入れていきます。麺に直接というよりは少し鍋肌気味に当てていくと蒸発量がちょっと増えますね。これ混ぜていきます。さあ完成ですね。からしマヨネーズ、からしとマヨネーズ混ぜるだけですね。添えてあげて、で青のり、紅生姜で鰹節、完成です。絶対うまいでしょこれ。お肉もね、いただきますよ。まずからしマヨネーズなし。うまい。ね、言った通りちょっとベトッと多めの美味しい焼きそばなわけですよ。飽きないと思うね、これね。ずっと食べ続けられる。で、からしマヨネーズ。うまい。いや、いいですよ、これ。二段階で。そして、主食なんですけど、味しっかりしてるんで、すごいおつまみ要素強いですね。絶対レモンサワーもうこれ。ファーっとこう。わかります？なんだろう、イメージはすごい汚れた排水管にこういやちょっと違う。まあおせちに飽きたらねぴったりの、焼きそばだと思います。ぜひやってみてもらいたいですね。ごちそうさまでした。